たまりませんよ。これたまんないな、たまんない車ですよ。福日アジ YouTube チャンネルをご覧の皆様こんにちは。オーラニスモ大好きです、案内人の M です。ということで、本日持ってきたのがこちらの車、日産のオーラの中でもスポーティーグレードとして登場しておりますオーラニスモ。もう皆様にもおなじみの車となっているかもしれないんですが、私このオーラニスモ大好きなんですね。でオーラニスモなんですけれど、大好きと言っておきながらここ1年ぐらい乗ってなかったなと思いましたので、今日ですねちょっとダブルさんはいないんですけれど、私福島県のいわき市の方に行く用事がございましたので、このオーラニスモに乗って改めてこの走り、そして燃費を、主に高速道路の区間の中で体感する、それだけの動画となっておりますが、どうぞお付き合いください。それでは行ってみましょう。はい、ではオーラニスモ車内に乗り込みました。いろいろお話ししたいところ山々なんですけれども、時間が押しているので、早速ですね燃費計をリセットしまして、走りながらいろいろご説明をしていきたいなと思います。はい、ではドライブコンピューターですね、ドライブ情報1と2とございますので、こちら燃費情報1の方とそして2両方リセットさせていただきますと。はい、こちらでドライブ情報1にリセットしました。で、走る前なんですけど、オーラニスモといえばこれですね、赤いシートベルト最高ですね。同じニスモシリーズの中でもこのオーラニスモのように赤いシートベルトを持ってる車種ってないんですよね。あー、 GTR ニスモはどうだったろう、 Z ニスモは確か違うんですよね。まあそんなことも話しながらですね走っていきたいなと思います。はい、それでこのオーラニスモですね、走行モード、まあ、通常のオーラと同じようにエコスタンダードとあって、一番、まあ、上と言っていいんですかね、あの一番スポーティーな走りをするモードが通常はスポーツモードになるんですけれど、これがニスモだとニスモモードになるということで、今日の試乗の中でもニスモモードの加速とかも試したいなと思ってるんですが、まずはエコモードでいきます。でこれも通常のオーラと同様なんですが、エコモードで走行する場合は自動的に E ペダルが有効となります。E ペダルというのは日産の走行支援技術の一つで、アクセルペダル1本で加速はもちろん、アクセルを弱めることによってブレーキングができる、そしてクリープ走行ぐらいの速度までしっかり速度を落とすことができますよ、最後に止まるときだけはブレーキペダルを踏んでくださいねという、この機能となっておりますね。こちらがニスモの場合はエコモードとニスモモードでは有効となっております。いや久しぶりのニスモの試乗ですね。でもう福島市内ですね、あのほぼほぼ冬の模様となっておりまして、積雪はですね市内はまだしてないんですけれども、気温は今日8度、まだあったかい方ですかね。でということでスタッドレスタイヤを履いての、走行レビューだというところだけは事前にお伝えをしておきます。どうしてもですね、スタッドレスタイヤを履いた方が燃費が悪く出がちだけど、ニスモの場合どうだろう。ニスモですと標準でですねスポーツ仕様のタイヤを履いているというのもありますので、スポーツタイヤとスタッドレスタイヤってどっちが燃費悪いんだろう、ちょっとそこの検証はですねごめんなさい、したことがないんですけれども、どうでしょうね。まあまあまあ、ということで標準のタイヤではないよというところなので、まあ、スポーツタイヤじゃない、ニスモ標準のタイヤではないというところで、走行性能は若干落ちているというところも踏まえていただきたいなと思います。まあ今日走るのほとんど市街地と高速道路なので、スポーツタイヤならではのグリップ力みたいなのはそこまで感じるところではないかなとは思うんですが、まあちょっと走ってみてですね、また印象とかお話ししようかと思います。でこのオーラニスモですね、以前にも試乗走行レビューなどさせていただいた時にですねお伝えしてるんですけれど、このエコ、スタンダード、ニスモ3つのモードあります。でこのエコモードですらニスモの調整が入っているということで、各モードの走行ですね、標準のオーラと比べるとエコモードでも標準オーラのスポーツに近い走りだと、まあそんなところなんですよ。なので今エコで走ってますけど、アクセル踏んだ時のレスポンスとか普通にいいんですよね。この辺がもう乗ってるだけで私これ楽しくなっちゃうんですけど、同じ車でありながらですね性格が
まあ、変わるというよりは本当グッとスポーツカーになる。オーラ、標準のオーラも割とスポーティーな走りなんですよ。割とというか結構スポーティーな走りなんですよ。でもさすがニスボだなという、そんな感想ですね、いつも感じます。あとエネルギーモニターを見ながらちょっと走ろうかなと思うんですけれど、まあ、ニスモは通常のオーラと比べると、エンジンがかかるシーンっていうのは多くなるかなというところはありますね。今、まあ、走り出してまだエンジン冷えてる状態だからっていうのもちょっとあるかもしれませんけれど、まあ、この先ですね、高速道路走るシーンなどではよりパワー使えますので、かなり高頻度にエンジン回るんじゃないかなと思います。まあ、Eパワーということでこのエンジン自体は発電専用のものにはなりますが、ニスモはある程度バッテリーの残量を維持するような、制御をしていると思います。エコモードだとそこまでじゃないのかな。ニスモモードにするとですね、確実にこうドライバーの意図した瞬間にグッと加速に応えられるように、バッテリー残量を一定以上切らさないような、そういう制御をしてくれています。あと久しぶりのこのニスモ試乗というところで、私も話したくなることいっぱいあるんですけれど、あとこのステアリングですね、ステアリングを握った時に、まあ、ニスモということですね、専用の仕様になってます。赤いセンターマーカーが入っているだけではなくって、左右ですね、この通常握るここの位置がバックスキン調の素材となっておりまして、そういったところもですね、しっかりグリップして握れるみたいな、そういうところも いいなあ。でもどうでしょうね、なんか握りやすい一方でこっちの方がなんかステアリング少し細く感じる部分もあるような、どうでしょうね、これ私の感覚的な話にはなるんですけれど、握り込みが深くなるのかな、少し細く感じる時もありますが、まあ、他の車種もそうなんですけれど、よく言う10時2時のあたりというんです、言うんですかね、まあ、ここが少し太くなってますので、こういったところでちょっと太めに握るということもできるようになっています。そして今日ですね、もうスタートがもう間もなく4時になろうかというところで、どん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 暗くなっていくんですけど、今日の試乗ほとんど私暗い中で淡々と喋る動画になってしまいそうですね。さらに見てください、雨降ってきてるんですよ。ちょっとこれから向かういわきでですね、外うろうろ歩く必要があるんですけれど、雨降ってないといいな。では高速道路に入ります。ここでドライブ情報の2もリセットしちゃいましょうか。シンプルに、この高速道路の区間だけ、そしてあとドライブモードをニスモに変えたいと思います。はい、では ETC ゲートをくぐったところでリセットしましょうか。はい、ではここでドライブ情報2をリセットと、させていただきました。ニスモモードにしただけで本当にめちゃくちゃアクセルレスポンスが上がるんですよ。もうちょっと踏むだけで前に出たいぞっていう感じが伝わってきます。まだ加速レンジありませんので、ここをこらえましょう。はい、では合流です。加速いたします。おー、あー、おー、いいじゃないですか。はい、ちょっと先行がトラックだったので少しスピード乗せきれなかったんですけれど、いやそれでも、いや、まあ、これ笑っちゃうな。高速です、高速道路ですよ、ここ高速道路なんですけども、高速走行してるはずなのに、さらにアクセルちょっと踏んだ時のこの加速ですよね。鋭い加速が高速道路の速度域でも存分に感じられるんですよ。どうしても今80キロの速度規制も雨のせいでかかってしまってるので、いやちょっとゆっくりめの、高速道路市場となっているのが本当もったいないな。まあ、いわき市までですね、ちょっと運転も楽しみながら走っていきたいなと思います。でもう高速道路に乗ってしまいましたので、ここからいわき市まではずっと高速道路です。このまま東北道を走っていって、で郡山ジャンクションでいわき方面に向かっていくという、本当ずっと高速道路だねっていう、そんなコースになりますけれど、まあどうしようかな、一回スポーツモードで手動で走ってみてもいいかな。行きは
自分の運転、帰りはプロパイロットにお任せみたいな、そんなコースで行ってみてもいいかもしれません。もう中間加速が抜群にいい。もちろん初速もいいんですけれど、このスピードに乗った上でアクセルちょん踏みでグッと前に出るっていうのは、まあ、E パワーだから、モーター駆動の車だからっていうのももちろんですけれど、やっぱりそこにニスモらしいスポーティーマインドを感じるっていう、たまりませんよ。はい、でこう、うわー、こういうレーンチェンジも、これコンパクトカー、一応コンパクトカーなんですよ、このオーラニスも。でもコンパクトカーに乗っているような感覚のレーンチェンジじゃないんですよね、全然違う。でこれ標準のオーラと比べてもよりその感覚強くて、何かってやっぱりスポーツカーなんですよね。スッとレーンを変えた時のビタッと感、80キロで走ってスッとレーンを変えた時に全くブレない、ふわっといかないんですよね。ビタビタッとレーンを変えてくれる、これたまんないな。この速度域だからっていうのもあるかもしれませんけれど、例えば Z とかフェラディ Z とかに乗っている時もやっぱりレーンを変えた時のフィーリングって、当然ですけれどそのスポーツカーの動きをしてくれるんですよね。それが同じような感覚がこのオーラニスモで感じ取ることできるんですよ。もう私オーラニスモ大好きって公言してしまってるので、オーラニスモめちゃめちゃ褒めますけれど、逆にじゃあここがちょっとうんみたいなところも、もし今回の試乗で感じたら素直にお話はしたいなと思います。はい、もう一回レーンチェンジ。いやースイッといくんだよな。ステアリングの応答性みたいのはベースのオーラと変わってない気がする。いや変わってないはずなんですけれど、だというのに切った時の応答がよく感じるっていうのは、その辺がニスモの足回りのなせる技なんでしょうね。でなんなら今回スタッドレスタイヤ履いてるので、ちょっとこうよれ感みたいのが見えてもいいはずなんですけれど、そういうところもほとんどないかな。いやかといってなんかこうガチガチの足回りで硬いステアリングフィールでこうしっかりハンドル握ってないと、なんかこう思わぬ動きをしてしまいそうとか、そういう感覚も全然ないですし、扱いやすい、本当に扱いやすい上で、でもスポーツカーの感覚をしっかり感じられる。私ここまで何やってたって、高速道路の合流加速をした、あとレーンチェンジしてるだけなんですけどね。それだけなのにこんなに、あ、スポーツカーだなって思えるんだから、いやこれ走りが好きな方たまんない車ですよ。はい、ではまだまだしばらくですね、この調子で東北道走っていきます。しばらくですね、このオーラニスモの走り味わいながら行きたいなと思います。はい、では間もなく、郡山ジャンクションですね。こちらジャンクション入っていわき方面に行くんですが、そうですね、ジャンクション手前で、ここまでの燃費のご報告をしようかなと思います。はい、郡山ジャンクションまで残り 500m、 ここまでですね、まず高速道路だけの燃費、福島西インターチェンジから、の入りまして 32.6km 走行、平均燃費がおーリッター 19.2km ですね。思ったより悪くないですね。ここまでずっとニスモモードで私自分で運転をしてきました。でプラスコンディションとしては、スタッドレスタイヤを履いているし、路面がウェット濡れてる時も燃費はちょっと落ちがちです。さらに福島市からここ郡山市まで標高として約 200m 上がってますので、燃費的にはかなり苦しい区間だったんですけれど、リッター 19.5km、ニスモでニスモモードで走ったからといってなんか極端に燃費落ちるなっていうわけでもなかったですね。
ではここからですね、いわき方面に向かって走っていくわけなんですけれど、どうしますかね、ちょっと走行モード、まあ、ここまでちょっとニスモモードで、正直言ってニスモモードの走りって普通に高速道路とかを一定速度で走り続けるにはピーキーな部分ありますので、じゃあ合流したらあとエコモードに切り替えて走ってみましょうか。こういうこのジャンクションの大きな遠心力のかかるカーブも遠心力をあんまり感じずに安定して走ってくれますね。では加速します。やっぱいいな、一瞬でスピードが乗ります。はい、ではここからはニスモモードからエコに切り替えて走りましょう。おお、ですね、エコに切り替えた瞬間にこのアクセルのこう踏み代に対するレスポンスみたいなのが全く変わりましたね。全然違う。ここまでニスモモードで走っている中では、この高速道路、今日雨降ってるのでずっと80キロ区間だったんですけれど、時速80キロで走行しての、アクセルの踏み具合1センチも踏まないぐらい、ちょこっと踏んでるだけでニスモモードだとスピード維持していたのが、まあ、今エコモードに変えてどうですかね、2センチくらいかな、まあ、全く踏み抜いていないのは当然なんですけれど、まあこれでもちょん踏みって言っていいぐらいの感覚ですよ。エコモードだったら、まあ、アクセルちょん踏みで高速道路80キロぐらいは維持できますね。ニスモモードにするとちょ踏みぐらい、ち踏みぐらいかな、本当にちょんと軽く押してあげるだけで、維持するというかですね、ニスモモードでちょっと一回ニスモに戻しますよ。ニスモモードに変えてのちょん踏みからもう少しクッと踏むと、もう一瞬で蹴飛ばされたような加速をしてくれます。エコモードに戻しますね。そういうところはですね、本当にスポーツカーらしいで、なんでしょうね、オーラニスモって多分本物のスポーツカーっていうんじゃなくて、スポーツカーライクな走りを心ゆくまで楽しみたいっていう方向けのモデルかなと思います。楽しい、シンプルに楽しい車ですよ。いいなあ、まあ、ここからはちょっとエコモードで流して走ろうかなと思います。あともう一つがですね、これニスモと全く関係ないんですけれど、今日夜間、まあ、まだ真っ暗ってわけじゃないんですけれど、かなり日が落ちてきて、薄暗い状態で皆さんヘッドライトつけて走ってるんですよね。でそういう中でのこのインテリジェントルームミラーの映りっていうのがすごく綺麗だなと思いました。今もちょっと映ってますかね、ワイパー、かけると少し改善するかな。はい、ちょっと後ろからですね、商用車が通り過ぎていったんですけれど、そのライトが明るく光っているにもかかわらず、それでなんて言うんでしょうね、逆光状態にならないというか、今もこれカメラで映ってますかね、暗いのにすごく綺麗に映ってくれてるんですよね。この時間帯だとなんなら肉眼よりも綺麗に見えるような感じもあるんですけれど、しっかり綺麗に後ろの様子を映してくれて、なおかつ後ろからヘッドライトをつけた車が来たとしてもライトの形が分かるぐらいしっかり映してくれてるんですよ。今まであんまりこのインテリジェントルームミラーの映りに関してって触れてこなかったんですけれど、このオーラ、そしてノートの世代からじゃないかな、現行型のノートに切り替わった後からのこのインテリジェントルームミラーっていうのがすごく綺麗になったんですよね。今もご覧いただいて見えてますかね、映ってるかな、このヘッドライトの点灯がですね、しっかり、あ、これももう肉眼で見てるよりもより綺麗に見えると言っていい、しっかり後ろから来てる車の様子が分かるだけではなくて、ルームミラーに求められるこの後ろの車以外の映り、白線とかもこの時間帯でもしっかり見えているし、見づらさが全くないんですよね。私今乗っているのが仙台 T32 型のエクストレイルで、こちらも同じようにインテリジェントルームミラーついている車なんですけれど、
一つ前の世代のインテリジェントルームミラーってどうしてももうこの時間帯後ろから車来ると、まあ、ライトが2つ光っていて車来てるなっていうのはしっかり見えるんですけれど、その他の部分っていうのはどうしても潰れてしまっていたりとか、まあ、ライトも大きくぼやっと照らされてるっていうそんな状態なんですよね。とてもじゃないですけれどライトの形状なんて分かんないんですよ、まあ、それでも十分ですね役割果たしてくれてるんですけれど、ただこれ見ちゃうとこの綺麗さはいいなって思います。でこれはノートオーラもそうですし、であとアリアとかエクストレイルとかでセレナはもしかするとさらに良くなってるかもしれないんですけど、すごく見やすい、非常に見やすい。これ日中も夜間も気にせず私常にこのインテリジェントルームミラーはオンの状態で走っています。鏡にも切り替えられるんですけれど、これ慣れてしまうと圧倒的にこっちの方が見やすいですね。私はそう感じます。今も分かりますかね、後ろから来てる車ヘッドライトとそしてフォグランプもつけてて、それぞれちゃんと綺麗に見えていて、なんなら車の形状まで分かるかなっていう感じ。私今サイドミラーで後ろから来る車見ると、まあ、フォグランプつけてるのは分かるんですけれど、車の形状まではもう認識できないです。それがこれだけ綺麗に見えるんですよね、すごいな。新型セレナについてはこのインテリジェントルームミラーで映る映像がさらにドライブレコーダーとしての役割も果たしてくれるようになったので、そこのタイミングでもしかするとさらにカメラの性能アップデートされてるかもしれないんですけれど、どうですかね、まあ、今まで走ってきた中ではそこの画質の差っていうのは気にはなったことないですけれど、今もですね後ろからあの先代のプリウスが来てたんですけれど、あープリウスだな先代だなってライトの形状だけで分かるぐらい綺麗に映るんですよね、すごいと思いますよ。皆さんあのこのインテリジェントルームミラー搭載車種お乗りの方も結構いらっしゃるかなと思うんですけれど、普段どうされてますかね。これの良さっていうのはいくつかあって、例えば後ろに人が乗っているとか、あとは荷物高く積んであるとか、そういう時って通常の鏡だと、まあ、邪魔なものが映って見えづらくなっているっていう、そういう時に補うものとか、であと本当このデジタルになっているならではのディスプレイになっているならでは の, あのメリットとしては、運転姿勢とか乗る人に関係なくこのモニターどこ向いてようと同じく見やすい映像を映し出してくれるっていうところですね。鏡だと運転する人変わるたびに調整してあげないといけないんですけれど、そういう手間もあの省けるっていう、そういったところもですね大きなメリットの一つになってるかなと思うんですが、まあ、そういうちょっと通常の鏡だと使いづらいシーンだけデジタルに切り替えてるのか、普段からデジタルの状態で見ているのかっていうのをぜひ教えてください。私は常にインテリジェントルームミラー推奨派です。はい、そしてだんだん、外気温下がってまいりました。今外3度ですね。あのいわき方面に向かってるので気温上がってもいいはずなんですけれど、もう日がだいぶ陰ってしまっていて、もうこれから寒くなる一方ですね。さすがに今日は雪の予報ではないのでそんなに心配ないかなと思うんですけれど、まあ、またいわきから夜ですね、夜の間に福島市まで帰ってこないといけないので、その中でちょっと気温が下がって、まあ、雪ちらつくぐらいはもしかしたらあるかもしれません。ではですねしばらく走ってきてちょっとトイレにも行きたいので、阿武隈高原サービスエリアで一旦休憩をしたいなと思います。はい、阿武隈高原サービスエリアで、ちょっと休憩をしました。でここまでですねドライブ情報1、福島市を出ましての走行距離が 62.1km、 そして平均燃費リッター 19.4km で、高速道路のみの燃費ですね、福島西インターチェンジからの燃費が、走行距離 58.1km に対してリッター 19.0km です。ではここから再度スタートをしていきましょう。はい、引き続きエコモードで走ってまいりますので、エコモードでの加速感もちょっとここへチェックしたいと思います。はい、加速します。そうですね、あのやっぱりスポーツモード、あニスモモードですね、ニスモモードの加速感と比べると、まあ、ちょっと優しいなというのは感じます。ニスモはポンと踏むとガツンと蹴っ飛ばされたような加速をしてくれますが、まあ、エコモードだとそこは少し優しくなると、
いうところですね。今もう真っ暗になっちゃいまして、ここからはナイトドライブにお付き合いいただければと思うんですけれど、このオーラニスもですね、アダプティブ LED ヘッドライトを搭載しておりまして、これ何かというとオートハイビームの進化版と、言えばいいでしょうか。今採用車種かなり増えているんですけれど、オートハイビームを有効にしておくと先行車両や対向車両を検知して、ドライバーが眩しくないように車がいる位置は照らさない、一方で車のいない位置、特にですね、あの路肩を歩いている人とかの認識をすぐにできるようにですね、そのいない場所は明るく照らしてくれるハイビームにしてくれるというものになります。で、今日ですね、多分カメラでも見えるシーンあるんじゃないかな。あ、今も分かりました。ちょっと対向車両がいる位置暗くなって、その位置がずれたりとかしてたんですけれど、今ちょうど先行車両がいなくて対向車両も少ないんですけど、あ、今もほらちょっと対向車両側がパッと暗くなったりしてたの分かりましたか。はい、ずずずっとこう動いたりするんですよね、この照らす位置が。かなりあの細かく照らされている位置が変わっているのがですね、注意して見ていると分かるかなと思います。はい、今あの対向車両がスッと消えたらふわっと、右手側も明るく照らしてくれました。これ結構細かいな、すごいですね。で、かなり遠くにいる、車両とかも検知して、照らす位置を細かく調整をしてくれてるんですね。でもそんな中でも左手側はしっかり明るく照らしてくれていますので、まあ、今高速道路なので歩行者とかは基本的にいないですけれども、あのこれまあ街中とか歩行者いるシーンなどで、いち早く歩行者がいることを認識する、そういったところをしてくれるのがこのアダプティブ LED ヘッドライトなんですね。できるだけ広い範囲を明るく照らす、それによって夜間の走行をより安全なものにしてくれるというものになっています。いやでもこれ改めて今日アダプティブ LED ヘッドライト、おーすごいすごいすごい、しっかり照らしてくれてる。試したんですけれど、なかなか普段の市場ですね、夜間の市場っていうの少ないので、こんなにしっかり試したの初めてかもしれません。いやこれありがたいですよね。あのオートハイビームの機能というのは今の車種ってみんな標準でついてるんですよ。でそれ有効にしておくと、通常の先行車対向車がいないときは自動でハイビームで、それを認識するとパッとロービームに切り替えてくれるっていう、そのオンオフの切り替えなんですよね。それがすごく流動的になっているので、常にあの明るくしたいところ、左手側は大抵常に明るく、そして先行車はあまり気にすることなくこのまま使えるというところ、非常に魅力だなと思います。まあ、日産車に限らずですね、今こちら採用している車種どんどん増えています。まあ、基本的にはハイビームであの走りましょうと、街中とか、速度域低い時以外はハイビームで走りましょうっていうのを推奨されてるんですけれど、なかなかですね自分で切り替えるのって大変ですし、それがこのアダプティブ LED ヘッドライト、まあ、オートハイビームもそうなんですけど、こちらがあることによって、夜間の安全性が高まりますよね。わかりますかね。今も先行車がいるので、ハイビーム、オートハイビームの状態ですけど、手前までなんですよね、明るくしているのが。こう結構あのオンオフじゃなくて照らすエリアを自動で切り替えてくれてるんですよ。これ見てると面白いですね。そして今先行車も対向車もいなくなって、またふわっと全体を明るくしてくれています。もちろんですね、この機能どうやって周りの車検知してるかっていうと、フロントの、ウィンドウの上にあるカメラでですね、周囲の様子を検知して、それをもとに車がいる、対向車先行車がいるっていうのをあの認識してくれてるんですけれど、まあ、この、先ほどお話ししたインテリジェントルームミラー、これもカメラを使って後ろの様子を映しています。で、最近のモデルってすごい綺麗ですねっていう話をしました。こういうカメラの技術の進歩っていうのが、こういう普段の便利につながってるんだなっていう、なんかあのありてえな言い方ですけど、技術の進歩をすごい感じますね。今ですね、アダプティブ LED ヘッドライトで多分フルにハイビームなんですけれど、これですね、あのハイビーム切るとこんな感じです。で、全体的に暗く、あの
手前が明るくってで左右もそれほど照らされていない状態、これオンにするとこうですね、はい、照射範囲全然違いますよね。あの画面でも多分わかるかなと思います。でこれが対向車両とか先行車両がいるとガラッと変わるんですよ。はい、それではいわき中央インターチェンジで、高速道路を降りたいと思います。いやだいぶ快適でしたね。まあ、オーラニスモの走りの楽しさみたいなのも感じることができつつ、でも本来のオーラが持っている快適性、長距離運転しても本当に疲れにくい車なんですよね、そういったところもしっかり味わうことができています。はい、では高速道路の料金所、通り過ぎたところでドライブ情報をお伝えしましょう。はい、これで福島西インターチェンジから、いわき中央インターチェンジまでの情報ですね、走行距離が 106.5 キロ、平均燃費おーリッター 23.4 キロですね。かなり燃費上がりました。福島市から郡山のジャンクションまでがずっと上りの区間で、また郡山のジャンクションからここいわき市の方っていうのはまた下ってくるというところになるので、いやにしても伸びましたね。リッター 23.5 キロです、標高的には多分福島市と今いるあたりっていうのが大体同じぐらいじゃないでしょうか。はい、ここからは、いわきの市街地を走ってまいります。今ですね、引き続きアダプティブ LED ライトを、オンの状態で走っているんですけれど、まあ、対向車も先行車も多いようなシーンだとそこまで恩恵って受けないのかなと思いつつ、ただですね、左手側歩道側の方はやっぱり広く照らしてるのかな。ちょっと試しにここでアダプティブ LED ヘッドライト切ってみましょう。どうなるでしょうか。はい、とそうですね、あ、変わりますね。やっぱり左手側は明るく照らしてくれてる。全然違いますね。いやこれだけでも本当に安心。あの歩道を歩いてる人もそうなんですけれど、道路を渡ろうとしてる人の存在にどれだけ早く、察知できるかっていうのは、特に市街地での走行っていうのは安心感高いんじゃないでしょうか。でただここの、今オンオフちょっと切り替えたりもしてましたけれど、その間もですね、先行車両とかはしっかり認識していて、その部分はハイビームにならないようにしっかり調整をしてくれています。あとほら、あの分かりますか、これ、カメラでも映ってると思いますけど、先ほど言ったあのインテリジェントルームミラーなんですけれど、後ろの車のライトの形めちゃめちゃはっきり分かるんですよね。後ろに行くいるのはなんだろう、 N1 かな、あの助手席に乗ってる方とかはライトの形で車種当てゲームとかが簡単にできます。これミラーで見てるよりも圧倒的にあのパキッと見えるんですよね。なんか今日あえて夜間の試乗をするっていうわけじゃなかったんですけれど、でもこう夜の試乗をすることによって改めて気づく部分っていうのいろいろありますね。あ、今ちょうど分かりやすいので少し、やってみたいと思いますが、今アダプティブ LED ヘッドライトがオンの状態、オフにします。はい、照射範囲だいぶ変わったの分かりますかね。今オフの状態でオンにするとこんな感じ。この車がいない左右の部分がより明るく照らされたのがわかると思います。であとですね、こういう停車中とかあの低速度域の時っていうのは自動的にあの完全なロービームになるようになってますので、これもいちいち手動で切り替えなきゃいけないっていう煩わしさは全くありません。目的地に近づいてまいりました。私は今福島県いわき市にありますいわき駅の近くに来ております。まあ目的に住んだらですね、速やかにまた福島市に帰るんですけれども、ここまでトータルで130キロちょい走ってきたんですが、運転の疲れっていうのはほとんど感じないですね。まあ、私あの試乗今までよくしてて運転疲れたとかって言ったことほぼないと思うんですけれど、まあそれでも疲れてない。あのこれはオーラの、まあ、走りの良さとかで、特にですね e パワー車と EV 車に言えることですけれど、エンジン音が少ないので音の疲れっていうのがないんですよね。
そういったところだったり、疲れは疲れたんですけど、何に疲れたって、私喋ることに疲れましたね。あ、なんて言ってる間にですね、はい、イルミネーションが見えてまいりました。今ここ、いわき駅前、このようにですねイルミネーションがされておりまして、綺麗ですね結構。はい、ではこの辺で、ちょっと駐車場に停めさせていただきたいと思います。はい、では到着です。ここまでの走行情報をお伝えしましょう。はい、こちら、ドライブ情報1が 117.5 キロ、福島市を出まして、ここいわき市までやってまいりました。ほとんどの区間高速道路で走ったんですが、平均燃費リッター 24.4 キロ、すごい、だいぶいいですね。はい、でここからまた再び福島市の方に帰ってきますので、往復の間での燃費再度ご報告したいと思います。はい、このいわき市内で、用事を済ませまして、またひたすら福島市の方に、帰っていきたいと思います。で実はですね、私このいわき市の駅前あたりを歩ったの初めてなんですよね。なんなら車でも来たことなかったんじゃないかな。でもこのいわき市の駅前なんか好きですね私。ここ福島県で、よく聞く地名で言うと、福島市とかいわき市とか、会津若松市とか、そしてこの、いわき市とあるかなと思います。で私なんかその他の町の駅前は、福島市かり郡山会津若松と歩いたことあるんですけど、本当いわき市初めてなんですよね。で福島市からいわき市が結構距離があるからっていうのもあって、普段プライベートでもなかなか来ないんですよ。その他の都市と比べてもいわき市って広いなっていう感じはしますね。でかといって車動きづらいかっていうと全くそんなこともなくって、あといわき市って道幅広いなっていう感じもします。広い範囲でこういった2車線3車線の道路がありますので、車に優しい地域で、あとこれ本当車と全然関係ないんですけど、いわき市って結構あったかいのかなってやっぱり思いました。今日もですね、途中来る途中で3度とかいう気温見えてたんですけど、今ここいわきの市街地10度あります。2桁ですよ、2桁、十分あったかいなと思います。風も結構強かったんですけれど、上着忘れたのでこのままスーツのジャケットで歩ってましたけれど、もちろん寒いは寒いんですけれど、でも上着なくて本当失敗したっていう感じは私はありませんでしたね。普段ダブルさんとか見てると私よっぽど寒さに強い方なのかなって思っているんですけれど、それでもなんかやっぱり中通りとか、会津の方とかと比べたらいわきは暖かくて過ごしやすいなって思います。ではですね、また帰りも高速道路で帰っていくというところで、本当は帰り道の間ですね、ツイッター X でいただいた話題でお話ししようと思ったんですけれど、ごめんなさい、これ別の機会にさせてください。行きの間想像以上にいろいろ話ができてしまって、一人で話すことに疲れたというこの私の、思いをどうか、お許しいただければと思います。じゃあ帰りもですね、いわきの中央インターチェンジから高速道路に乗って、帰ってまいります。あと帰りのドライブ情報ももうここで見ましょうか。ドライブ情報2をリセットして、帰りの区間の、燃費とさせてください。では走ってまいります。はい、ちょっと途中で道を間違えて、49号線のバイパスに乗り損ねました。まだ高速道路乗ってないんですけれど、ここからあと高速道路に乗りましたらひたすらプロパイロットに任せて、帰りたいなと思います。行きと同じですね、いわきインターチェンジから乗って郡山ジャンクションで福島方面に抜けて、福島市に帰っていくというルートとなります。ではちょっといいところまでスキップです。はい、だいぶ走ってきましたというか、ここまでですね、このオーラニスモのプロパイロットに任せて、走ってくることできました。途中ずっと雨も降ってたりしてたんですけれど、そこまで本降りでもなかったので、支援が切れることもなく走ることできましたね。
切れた瞬間があったのは、例えば前方にトラックが走っていて、なおかつこう水しぶきが霧状になって少し視界不良になっていたとか、そういう時にはこの道路の白線を認識うまくできなくなって、この車線支援ですね、こちらが切れたというところはありましたが、それ以外問題ありませんね。で、オーラニスモに乗ってるからといってプロパイロットの支援が何か変わるとか、そういうことは特になく、いつもの感じで走ってきました。で、いわき市からずっと郡山まで上りの区間で、でまた郡山から若干下ってるところではあるんですけれど、そうですね、燃費は行きよりもこの帰りの方がちょっと悪かったかなというところではあります。で、一旦このまま自宅に帰って、そこから改めて明日の朝、スタート地点前帰ってきたところの、ね、燃費を報告しようかなと思うんですが、ひとまず今日のところはここで報告をさせていただきます。高速走ってる途中ですが、福島市を出ましていわきに行って帰ってきてる途中です。走行距離が 220.2 キロ、平均燃費がリッター 21.6 キロですね。で、ドライブ情報2の方、いわき市を出まして、ここまでの、区間ですね、走行距離が 100.9 キロ、平均燃費がリッター 19.3 キロと、リッター20キロは、割ったところですね。ただここから今おります二本松とか松川のあたりっていうのが、福島の北部の中でも標高高めのところになりますので、ここからまた市内に向かってずっと下がっていく区間となります。そこで燃費を上げられるか、あともしくは私明日の朝ですね、一般道の走行にはなるんですけれど、コールドスタートの状態でスタートしますので、そこで燃費ちょっと落ちるかななんていう、そんなところとなります。では続きは明日ですね、動画的にはこの後すぐですが、明日に飛びます。はい、おはようございます。日付が変わりまして、スタート地点の福島日産の太平支店に、戻ってまいりました。昨日からですね、ここ福島市の福島太平支店を出ていわきに行ってまたこちらへ帰ってくるというほとんどの区間を高速道路で走ってきたんですけれど、昨日ですね、私自宅に帰って、そこから先はあと一般道でここに帰ってきております。では燃費ですね、はい、ドライブ情報1、ここを出ていわき市に行ってまた帰ってきた、一周ぐるっと走った、9割型高速道路の区間かなというところですけれど、こちらの区間で 234.4 キロ走行しまして、平均燃費がリッター 21.9 キロ、余裕でリッター20キロ超えはしたんですけれど、高速道路が多かったというのもありますので、そこまで燃費伸びなかったのかなとも思います。あとニスモモードで走ったりとか結構してましたので、はい、その上であとドライブ情報2ですね、はい、こちらが 114.7 キロ走行して平均燃費がリッター 19.9 キロ、完全に帰りですね、いわき市を出たところから、高速道路を乗ってずっと来て、そしてここまで帰ってくるこの袋の燃費が19.9 キロ、なので、このデータで見ると福島市からいわき市に行くよりもいわき市から福島市に帰ってくる方が燃費的に不利なのかなとも思うんですけれど、ただ夜間の走行になったので、外気温が低かったからとかもあるかもしれません。はい、といったところで今回はですね、このオーラニスモに乗って、夜のドライブをするという感じになったんですけれど、いかがだったでしょうか。ニスモならではの話じゃないところも結構多かったんですけれど、改めてこの車が好きになったなと思います。またこんな動画見たいなというのがございましたら、ぜひコメントで教えてください。スクニーチャージ YouTube チャンネルは毎日更新です。チャンネル登録をしていただくと見逃しがございませんのでお勧めしております。また今回の動画いいなと思った方はぜひグッドボタンで応援してください。それでは次の動画でお会いしましょう。ではまた。